皆さんこんにちは。こんにちは。今日は、松下義成、はい、お別れ会。お別れ会。見ようがないよね。はい、まあ一応お別れ会。一応ね。ね、松下でいただきました。皆さんありがとうございます。ございますよ。ようこそお越しくださいました。今回の会は、はい、まあ、松下さんのご家族がですね、はい、まあ、ご葬儀も、前回行われたんですけれども、はい、あちらで、お越しになれなかった方もたくさんいらっしゃいましたし、まあ、松下さんのファンの方はどうしたらいいかなとお悩みの方もいらっしゃったと。でもっとカジュアルに松下さんらしく、はい、こうね、みんなで松下さんのことを話せる場を設けてもらえたらいいなというご家族の意向もあり、お願いされたというこの場なんですね。はい、最初じゃあ、今日はご挨拶だけさせてはい、ご存知の方もご存知ない方もいらっしゃると思いますが、私元並みという雑誌をやっております、川西です。よろしくお願いします。よっ、そして、はい、そして私、まあ、松下さんの妹としてですね、うろちょろしておりました、私も MC やります。私も出ます。ライダーやります、そんな私、田門めぐみ、川西さんと一緒にこのステージを預かります。どうもよろしくお願いします。ということで、今日はまあ本当にありたいと思っておりましたけども、はい、そんなに段取りもまああるようなないような、まあ、カジュアルというか、そんな話なんですよ。これ全部ね、最初に押してしまうと、はい、今日のもうこのカジュアルがいただいた段取りは全て松下流ということでね、はい、入手していただきたいと思います。はい、思いますけれども、ね、まあ目指すところは世界一明るいお別れ会ということで、ね、させていただきたいと思いますが、はい、ということで、まあ、本当にね、なんか聞いちゃうんですけど、うん、思った以上にたくさんの方に言っちゃった。ちょっと心配じゃないですか。心配でした、ね、だってあれですよ、先日ね、はい、まあ、いわゆる葬儀、うん、ね、特別式があって、はい、もうそれには1000人を超える、もっともっとでした、もっとですね、でだから本当にすごい人が来て、はい、もう浦和の街がそうですお祭りのようになった。もう大パニックですよ。南では大パニックっていう感じだったね、だからこそ今日のこのお別れ会に改めてね、どれだけ来ていただけるか本当に不安だったんですけども、はい、蓋を開けてみれば、はい、本当にたくさんの方ということで、今日は、ね、約2時間半から、まあ、そうですね、ステージ自体はそれぐらいの感じで、はい、はい、いただきたいんですけども、じゃあ早速ということで、はい、この会を始めさせていただくにあたりまして、一応会なんでね、この、うん、オープンのご挨拶というのはさせていただきたいと思いますが、はい、この会のね、主催者でもあり、松下さんとは信仰の深かった、方をお待ちしております。じゃあ、お呼びしましょうか。はい、じゃあ、お願いします。谷川さん、谷川さん、よろしくお願いします。皆さん、拍手でお迎えください。じゃあ、なんか、片式バナナと言っといて、やっぱりこれだけの皆さんも迎えておりますから、緊張しちゃうんですよ。じゃあ、こんなね、人がいっぱいいるのが初めてなんで、はい、お願いしますけど、はい、まあ、簡単にね、松下さんとおかげとかご挨拶いただいた上で、よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。